ボクシング、WBC、WBO 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ、25日、有明アリーナ。連続写真、仰向けに倒れたフルトン・ナオヤのパンチ次々ヒット衝撃の 8R。全バンタム級世界4団体統一王者の挑戦者、井上ナオヤ、30、イコール大橋イコールが、2団体統一王者スティーブン・フルトン、29、 イコール、米国イコールに挑み、8回1分14秒 TKO 勝ち。井岡和人に続く日本人史上2人目の4階級制覇を達成し、これで世界戦は20連勝の大台に乗せた。フルトンは22戦目で初黒星となった。米プロレス団体の WWE で活躍する中村信介の入場曲で登場したフルトン。 序盤は井上のスピードとパワーに圧倒され、防戦一方だったが、徐々に適応。敗戦直前の7回に井上に有効打を浴びせる場面もあるなど、盛り返していたが、最後は井上の猛打の前に沈んだ。8ラウンド、井上の左ボディを浴びて、さらに右ストレートから左で畳みかけられて、ダウンを奪われた。試合後の記者会見では、 残念ながら負けはしたが、悪い気分ではない。井上は、素晴らしい選手、とても強い選手、彼が勝つべきだったのかもしれない、と井上を称え、悪い気分でないというのは、自分が敵陣に来て試合をした。勝っても負けても自分自身は王者。私も成人した大人なので、がっかりした姿は見せない。もちろんがっかりはしてるが、そこまで悪い気分ではない。 と語った。ダウンの場面については、ボディへのジャブは見えなかった。パワーよりもタイミングだった、と振り返った。